フラッシュタイプ、ストロングタイプ、ミラクルタイプ、そしてダイナミックタイプ。さまざまな力を得て地球の平和を守ってきたウルトラマンデッカだが、スフィアの脅威は幾度となく押し寄せてきた。そして今、地球は最大の危機を迎えようとしていた。エネルギーの吸収を始めている。バリアの反応も強くなっています。強力な電磁波です。緊急事態発生、不時着します。失われたニュージェネレーションウルトラマンの記憶、ディメンションナイザーがつなぐ仲間と共に未来からのメッセージをつかみ取れ。ウルトラの歴史を取り戻す新たな次元のスター列伝がここに。新番組「ウルトラマンニュージェネレーションスターズ」1月28日土曜朝9時スタート。ああ、もう地球は終わりだ。せめて最後はみっちゃんと。落ち着けよおっさん。落ち着いてられるか。スフィアの総攻撃が始まるんだぞ。だからってジタバタしても始まらないだろ。こういう時はまずお茶でも飲んでだな。何一息入れてんだよ。おっさんも飲む？おり、まったくお前見てると一人でピクついてる私がバカみたいじゃないか。うん、バカみたいだった。うるさいな。なんでそんなに落ち着いてられるんだよ。まあ地球がぶっ壊れるかどうかなんてのは初めてじゃないしな。それって。ああ、10年前のあの戦いさ。みんな私にひれ伏しな。闇の巨人カルミラがエタニティコアに接触したことで生まれた邪神メガロゾーア。こいつのせいでエタニティコアが暴走し、地球どころか宇宙そのものが消滅してしまうことが分かったんだ。エタニティコアが暴走してる。え、そうだったの？宇宙まで消滅の危機に陥ってたことは知らなかったな。メガロゾーアはとんでもない強さでさ、トリガーとトリガーダークが2人がかりで挑んだんだけど歯が立たなかった。私の闇は全てを飲み込むのさ。闇に侵食されちまう。トレジャーハントは引き際が肝心。もうこの地球上に光が差す場所はどこにもないよ。確かにあの時は大変だったよ。地球全体がこう闇に包まれていく感じだったもんな。 TPO 本部も騒然としてた。まああれほどの強敵と戦うのは初めてだったからな。改めてエタニティコアの凄さを思い知らされたよ。本当だよな、うん、私たちの足元にあんなエネルギーが存在してるんだろう。ちょっと怖いよ。まあ下手に触らなきゃどうってことないんだけどな。それにトリガーみたいに正しく使えば力を貸してくれることもある。そうなんだ。だけどカルミラみたいに闇の力で接触すれば。手がつけられない強さだったのに、メガロゾーアはさらにパワーアップしちまった。見た目もなんかどぎつくなったよね。トリガーとトリガーダーク、2人は援護だ。それに俺様たちガッツレクトが一丸となって戦ったんだけど。ああ、私も出る。シズマ会長もガッツウィング飛ばしたんでしょ。あの人ほんとすごいよね。お、会長さんもやるじゃねえか。ま、なんといっても次元超えてきてる人だからね。でもメガロゾーアの力はとんでもなくて、結局俺様たちは敗退しちまったんだ。とんでもないやつだなメガロゾーア。メガロゾーアに勝つには光と闇の力を一つにしなきゃいけないってんで。返すぜトリガー。トリガーとトリガーダークの力を合わせることになったんだ。決着だ。カルミラ！そうして誕生したのが光と闇を併せ持つ巨人トリガー・トゥルースだ。トリガー・トゥルースはめちゃくちゃ強かったんだけど、それでもメガロゾーアの力は抑えきれなくてさ、ピンチに陥っちゃったんだ。でも人々の応援が、笑顔がトリガーに届いた。私もあの時めちゃくちゃ応援したぞ。頑張れトリガー、負けるなーって。じゃあおっさんの光もトリガーに届いてたかもな。そうだよ、子供たちだけじゃない、おじさんの光だってバカにならないんだから。みんな力を与えてくれる。よし、いけゆな。エタニティコアの力よ、ナースでセゴに。ナースキャノン発射。最後はエタニティコアの力をナースデスエゴに集めて、トリガーを通してメガロゾーアにぶつけたんだ。おお、私たちが作ったナースデスエゴ、これは熱い展開だ。結集して闇に勝利したんだよな。なあ、あの時だってもう地球は終わりだって感じだったけど、なんだかんだで切り抜けたじゃねえか。確かにそうだな、うん、今はウルトラマンデッカーもいるし。うん、そうだぜ。なんたってデッカーもあのメガロゾーアと戦って勝ってるんだ。うまいなこれ。ボロボロこぼしてるぞ。確かスフィアの力で復活したんだよな。そうそう、スフィアメガロゾーアって呼ばれてたっけ。この時なんとトリガーが駆けつけてデッカーと一緒に戦ったんだよな。いやー、この展開は興奮したよ。やっぱり新旧ヒーローの共闘ってやつは昔からの伝統だから。ああ、何言ってるかよくわかんねえけど、確かに俺様も嬉しかったよ。トリガーを見るの自体が久しぶりだったからな。そっか、ずっと一緒に戦ってきたマルールにとっては感動もひとしおだよな。しかも新武器を引っ提げての登場だからな。ああ、あの剣な。なんかあの後デッカーが使ってたよな。まあどんなやりとりがあったか知らねえけど、ケンゴがじゃなかった、デッカーに預けたんだろうな。結構使い勝手良さそうだもんな。デッカーもいろんな敵を倒してたし。話戻すけどさ、スフィア・メガロゾーアとの戦いで一番びっくりしたのが、中からカルミラが出てきたことだよ。確かにあれはびっくりした。しかもその後、情熱的に行くよ。デッカーたちと共闘しちゃうんだもん。あれってどういうことなの？さあ、本人たちにしかわからねえだろうけど、なんか落としどころがあったんじゃねえかな。なるほどな。私から見てもなんかつきものが取れた感じだったもんな。しかしかつての敵との共闘、これは燃える展開だよ。Continue to grow in strength, but any potential threat must be eliminated. There's no time to waste. All that stands in the kingdom's way shall fall before my blade. The kingdom, they're our greatest threat yet. Can we beat them? But I know them. My friends will never give up hope. Let's go, everyone! Game on! In the name of galactic peace, we'll do everything to stop you! The survival of our race is on the line. We cannot back down. I'm going to enjoy myself. There is no light or darkness! I will stop you! A miracle fusion! Ultra amazing! I shall still strike him down. Let's survive this and achieve victory. Execute you here myself! I am the Grandmaster of the Cosmo Beast style. Ultraman Regulos! Ultra Galaxy Fight! The Destined Crossroad! Who dares? Hey, don't forget about us! 確かに今までもいろんな修羅場をくぐり抜けてきたんだよな。だろう。諦めたらそこで終了ってどっかの偉い人が言ってた気がするぜ。そうだよな、うん、いざとなればまたトリガーが助けに来てくれるかもしれないし。ああ、デッカーも一人で戦ってるわけじゃねえ。そういえばなんかもう一人いたよな、デッカーを助けに来てくれたウルトラマン。ああ、いたな。おお、あの時ももうダメだって感じだったけど、ワームホールからウルトラマンが出てきた時はさすがの俺様も声が出たね。私も救世主降臨って感じでさ。そこに登場したのがあのテラフェイザーだよ。一点ピンチになっちゃったもんな。でもデッカーも駆けつけて二大ヒーローの揃い踏み、見てて爽快だったよ。っていうか、冷静にあのウルトラマン何だったんだろうな。確かダイナって言ったかな。お前よく知ってるな。うん、前に出番から聞いたことがあったんだよ。いや、めちゃくちゃ情報通だな、その出番って子。まあこういう時は便利だけど。あ、そういえばダイナって前にも話に出てこなかったっけ。あれだ、デスフェイサーの話した時に。ああ、そうだそうだ、あの話聞いてた時はまさかそのダイナがこっちに来るとは思ってなかったもんな。確かにな。なんかあれらしいぞ、出番に聞いた話だとダイナってこれまでもめちゃくちゃいろんなところで世界救ってるんだって。へえ、うん、そりゃすごい人だな。ああ、何が完全体だ。これも別の時空の地球の話なんだけど、ハイパーゼットンっていうすっげえ強い敵にダイナはゼロとコスモスと立ち向かったんだって。待って、さらっと言ったけどゼロとコスモスって誰？ウルトラマンなの？ゼロってのは光の国のウルトラマンで、とにかく強いらしい。光の国コスモスは慈愛の勇者って言われてて、怪獣をおとなしくさせたりできるらしいぜ。慈愛の勇者、もう次から次へって新しい単語が出てきて全然入ってこない。でそんな3人でもハイパーゼットンにはかなわなくて1回負けちゃったんだって。3人もウルトラマンがいて勝てないの？そのハイパーゼットンっていうのもどえらい化け物だな。でもダイナとゼロとコスモスの心が一つになってウルトラマンサーガが現れた。なんかもう情報が滝のように一気に押し寄せてきて、おじさんついていけないよ。世界でも最後はウルトラマンが勝利して平和をつかみ取ったんだ。トリガーの時もそうだったけど、やっぱりウルトラマンってのはどんなピンチも覆してみんなを守り抜いてきたってことだな。うん、すごいもんだな。うんっていうかさ、いろんな時空のウルトラマンとか、光の国とか、私お前を通していろんなことを知りすぎてない？まあ確かに今じゃ多分シズマ会長よりこの世界の真相について知ってるんじゃないか？ちょっとやめてよ。私ただの技術部のおじさんだよ、今年60の。そういう情報ってさ普通それも私だとか意味深なこと言っちゃうような黒幕的な人が握ってるもんなんじゃないの？ちょっと怖いんですけど。まあいいじゃん、別に知ってて損はないだろ。いや損することもあるだろう。君は知りすぎてしまったようだ。残念だよとか言っちゃってさ、黒幕的な人が私のことを消しに来るかもしれないんだよ。まずその黒幕的な人って誰だよ。いやそれは知らないけどさ、でも絶対いるよそういう人。あー確実に消される。忘れた頃にヒットマンがやってくるんだ。想像力豊かだな。というかさ、明日の我が身の心配できるなら大丈夫そうだな。何が？だってほら、地球がスフィアに滅亡させられたらそのヒットマンもおっさんのことを狙えないわけだし。確かに。いやなんかお前の話聞いてたら、この地球の危機もウルトラマンが何とかしてくれるんじゃないかって思えてきた。まあ楽観視しすぎるのもいけないけど、俺様は信じてるぜ。デッカーとガッツセレクトの底力を。だな。おう。なんだ。一体何が起きた？活動せよ。あのスーツがあれば俺も戦えます。こんなやつに地球を好き勝手にさせるわけにはいかないんだ。俺の名前はウルトラマンタロー。ウルトラマン立て立て立て。ウルトラマンファイナル。これはウルトラマンのもう一つの答え。それでは始めましょうか。これまでもたくさんの敵が襲ってきたけど、その度にガッツセレクトが奮闘してくれて。ああ、あいつらは一度だって諦めなかった。この先の戦いもきっと切り抜けられるさ。大体俺様たちが作ったナースデッセイ号が簡単に負けると思うか？あの信号をキャッチしました。ネオマキシマナスカ、あの船の実力は私が一番信じてるよ。それにこの地球にはウルトラマンデッカーがいる。そうだよな、数々の敵を打ち倒してきた私たちのヒーローがついてるんだ。きっと大丈夫だよな。懸命に戦う奴らを信じ抜くのもまた一つの戦いだ。いいこと言うじゃない。でもその通りだ。私もデッカーとガッツセレクトを信じることにするよ。あ、うん、ちょっと堀田さん。デミちゃんどうも、経理部の矢崎てるみです。お久しぶり。誰に向かって言ってるんだ？あっちか？何そんな結束会で。どうしたのこうしたもないですよ。この前提出してもらった精算書、また数字が間違ってたんですけど。今そこ気にする？地球が滅亡するかどうかの瀬戸際なんだよ。そんなものガッツセレクトが何とかしてくれます。すっごい肝っ玉。おっさんとは真逆だな。地球が滅亡しなかったらこの生産所じゃ堀田さんの建て替え分返ってきませんから。いや、それは困る。今すぐ直します。今すぐこんなしょうもない日常だけど、これです。きっとこの先も続けていけるよな。やれやれ、この感じじゃ特務参加は明日も平和そうだな。信じてるぜ、ウルトラマンデッカ。バリアの収縮まで3時間。それまでにスフィア・オベリスクを破壊するしかない。立ちはだかるテラフェイザー。アガムス、お前がやりたかったことは本当にこれなのか？次回ウルトラマンデッカ、夢の果て。みんな見てくれよな。